様に自己紹介からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私がもっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました14歳のんのんこと奥本ひなのです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ここからはひなのちゃんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。椅子があるのでね、ぜひ座って、はい、お話をしていきましょう。さあ、まずはですね、皆様にひなのちゃんが所属する AKB48 チーム8とはどんなグループなのかをご紹介させていただきます。皆さんもすでによくご存知の国民的アイドル AKB48 は愛に行けるアイドルとして活動していることで有名ですよね。で、その AKB48 グループの中でもこのチーム8は愛に行くアイドルをコンセプトにしたチームで、メンバーは各都道府県から1人ずつ選出されています。そんなチーム8は今月4月の3日に結成して4周年を迎えました。地域に密着した活動でファン一人一人の心にたくさんの元気を届けるために活動されています。というわけで今日はひなのちゃん、この会場の皆さんに会いに遊びに来てくれたというわけなんですよね。はい、はい、今日ほっぺたにシールがついてるの皆さん見えます？これ何のシール？これはですね、コラボのやつです。はい、ちょっと見えにくいですかね。ちょっとドドドっていう広島東洋カープの今年のキャッチフレーズが書かれたフェイスシールなんですよね。すっごく似合ってますね。かわいいですよね。ありがとうございます。はい、さあ、ひなのちゃんなんですけれども、ファンの皆さんはもうすっかりおなじみのニックネームがあるっていう風に聞いたんですが、はい、はい、のんのんって言います。のんのん、はい、向こう側にのんのんかわいいよって書かれた紙を持ってるファンもいらっしゃいます。ちょっと私も今日からのんのんって呼んでもいいですか？嬉しいです。ありがとうございます。さあ、そんなのんのんですが、 AKB48 のチーム8に所属したのはいつ頃のことなんですか？9月2日、去年の9月2日にお披露目させていただきました。ということはまだ活動し始めて半年ぐらい。そうなんです。でさ、もともとなんでアイドルになりたいって思ったんです？そうですね、もうずっとアイドルっていう職業に憧れてて、皆さんに笑顔とか幸せを届けられたらなって思って。へー、アイドルのどんなところに憧れてました？なんか辛いこととかも絶対あると思うのに、ずっと笑顔で踊って歌ってしていて、すごい憧れてました。キラキラしてますもんね。メンバーに選ばれた時の気持ちってどうでした？そうですね、もう絶対受かると思ってなくて、本当に、合格ですって言われた時にもう、お母さんとしばらく放心状態でした。ちょっと自信なかったっていうことですか？そうなんですよ。のんのんの活動もね、見てるファンの皆さんお分かりですけど、どのステージでも堂々としてて、歌もうまいしダンスもうまいし、なんかこうあまりこうおじけづいたりとか緊張するようなイメージがあまりなかったんですけど、もうめっちゃ今バクバクですね。今緊張マックス。はい、はい、今回は広島でのイベントということで、地元広島ですよね。はい、こうやって広島でのイベントって今回で何回目ぐらいになりますか？3回目ですね。3回目。1人で参加することは何回目ですか？1回目。初めて広島、地元で一人でのイベント。 それはちょっと緊張しますよね。そうなんですよ。はい、今回春のまるごとグルメフェスタということで、新聞だったりウェブだったりなどでのんのんが遊びに来てくれることを広く PR させていただいてたんですが、ありがとうございます。家族とか地元のお友達の反応って何かありました？新聞載ってたねみたいな。やっぱり気づいてもらえた。そうなんですよ。はい、今日実際会場来てみて、まだね少ししか時間経ってないと思うんですが、どうですか、このステージから見る景色は？いや、もう朝からもう来てくれるかなってずっと不安だったんですけど、もう来てくださって本当にありがとうございます。はい、もうねすごい早い方は我々スタッフよりも早くにステージの外ね待ってくれてたんですよ。ありがとうございます。はい、
そう、今日はグルメイベントということで美味しそうな香りもね会場内漂ってるんですが、そうですね、食べることはどんどん好きですか？大好きです。大好き、はい、ちなみに好きな食べ物とかってあるんですか？私はクリームパンがすごい大好きなんですよね。クリームパン、そうなんです。好きな食べ物さえ本当可愛いですね。ありがとうございます。クリームパンっていろんな種類があると思うんですが、はい、なんかこだわりはあるんですか？昔から今日もブースが出ていらっしゃって、はい、八天堂さんにすごい憧れじゃなかった、魅力を感じてる。そうなんですよ、はい、そうそう、今日はですね会場内にそののんのんが大好きだという八天堂さんのクリームパン販売されてます。この八天堂のクリームパンのどこが好きなんですか？生地がすごいもちもちで、うん、中のクリームがすごいとろとろっていうか、すごいもう美味しすぎるんですよ。ね、本当薄皮の、ね、生地でちょっとシュークリームみたいな、そうなんです、ね、スイーツみたいなパンなんですけど、八天堂のクリームパンはカスタードもあれば抹茶もあるしチョコレートクリームなんかもありますが、味で言ったらのんのんの一番のお気に入りは何なんでしょう？私は安定のカスタードが安定のカスタード、はい、カスタードです。今日はもう食べました？今日はもう食べてないんで、もう終わったら行きます、うん、終わったらすぐに。はい、皆さんもぜひのんのんおすすめの一品召し上がってみてくださいね。クリームパンが好きということは甘いものが？そうなんです、もう完全甘党なんですよ、うん、甘党。クリームパン以外に好きなお菓子ってありますか？チョコレートです。チョコレート。自分でこうお菓子をお家で作ってみたりとかそういうことは？お菓子作り趣味なんですよ。最近何を作りました？最近はカヌレじゃなかった、チョコケーキみたいな。チョコケーキ。難しくないんです？普通に簡単にできるやつなんですよ。私は全然お菓子が作れないのですごく尊敬です。ですさあ今回のんのんはですね47クラブゾーンの応援団として遊びに来てくれているんですが、この47クラブというのは全国の地方新聞社が発掘厳選した地域の美味しいグルメを販売するインターネットのショッピングサイトなんですよね。のんのんはこの47クラブとはどういう関係なのか教えていただけますか？チームメイト全体で47クラブを応援しています。はい、私は広島県代表なので、うん、広島の一品を応援しています。新聞広告にも登場しているんですよ。そうなんですよ、ちょっとねここにパネルがあるんですけれども、このような広島県の一品の右上のとこ見えます？のんのんしっかり PR 隊として、はい、登場いただいております。イエーイ。はい、というわけで今回はですねその47クラブのゾーンが会場内入っていただいて左手にあったんですが、もうなんかこう買いに行ったよ遊びに行ったよっていう方いらっしゃいます？47クラブゾーン、おー、あら、お、ありがとうございます。ありがとうございます。まだね足を運んでないという方も多いので、これは PR しがいがありますよね。そうですね、はい、さあ今日はですねこれからこのステージでその47クラブゾーンで販売しているメニューをのんのんに試食していただきたいなと思っております。はい、実は秋に関東で丸ごと広島博というイベントを参加いただいたんですけど、 その時もね47クラブの商品召し上がっていただいて食レポに挑戦していただいたんです。その時のんのん牡蠣を食べてなんて感想したか覚えてます？ベーコンみたい。まさかの牡蠣を食べてベーコンみたいというコメントをいただきまして、私も見ていてびっくりしちゃいましたが、今回ものんのんワールド炸裂の食レポにも期待いただきたいと思います。さあ今回ご用意させていただいたのは3品です。お、はい、いろいろありますがのんのんまずどれから食べてみますか？全部美味しそうですね。ねえ、じゃあ端っこの端っこのジュースから。ジュースから。これなんかカップの中に何かが浮いてるんだけど、本当だ、レモンですかね、瀬戸内のレモンとかですかね。レモンかもしれませんね。じゃあ早速このドリンクを召し上がっていただきましょう。いただきます。はい。おいちい。おいちいいただきました。味は何味なんですか？ぶどうですね。なんか
シュワッと炭酸の感じでハーモニーが輝いております。上手に食レポしていただきました。今飲んでいただいたのはブース番号66番カフェ海と空の王朝レモネという飲み物です。呉市豊か町の王朝で採れた搾りたてのレモン果汁とぶどうジュースをミックスしたドリンクなんですよね。甘みの後に爽やかな酸味を感じることができたかと思います。はい、もうめっちゃ美味しいですねこれ。どんどんグビグビいっちゃいそうですよね。じゃあ続いて他にも美味しそうなメニューが並んでいるので次はどちらに行きましょう。じゃあゼリーのみたいな形のあこちらのちょっと後ろの皆さんにもどんな食べ物か分かるようにまず見た目からご紹介いただけますか。見た目ははいチョコでコーティングされてる感じの色です。はい、表面はなんか粒々が入ってる感じのサクッとしそうな感じですね。おじゃあ早速その味もいただきます。お試しいただきましょう。チョコレートっぽい周りがサクサクしてそうと感想をいただきました。こちら一口大のケーキみたいなお菓子なんですけど、あパクッといっても大丈夫ですよ。周りがね本当カリカリサクサクの生地なのでちょっとなかなかねフォークが通りづらいと思うんですが上手に刺していただきました。さあのんのんにパクッといただいていただきましょう。さあいかがですか。サクふわって感じですね。サクふわめっちゃ美味しい。な何味甘い味。甘い味。シンプルに甘い味っていうことですよね。はい、こちらですねカヌレといってフランスの伝統菓子なんですよね。表面はカリカリ中はもっちり風味豊かでめっちゃもちもちしてますね。え美味しいですよね。こちらは68番のフランス菓子専門店ポアブリエールのカヌレとなっています。ぜひ皆さんもこの後お召し上がりください。さあそれでは最後にもう一つこちらちょっとスナック菓子みたいな見た目なんですけど実は2種類ご用意させていただきました。これ実はですね私、はい、ショールームで、ショールームっていう配信アプリがあるんですけど、はい、それで一回紹介してしたお菓子でもう大ファンなんですよ。大ファンのお菓子。大ファンなんです。じゃあもうすでにもう食べる前からその美味しさは知っていると思うんですがそれでもさらによく皆さんに伝わるようにですねこの場で召し上がっていただきましょう。いただきます。はい、2種類あります。まずは、はい、手前にあったそちらどうぞ。いただきます。レモンですかね。レモン大正解です。こちらレモスコを使用したイカ天なんですよね。食感はいかがですか。サクサクっていうかおせんべいみたいな感じの食感で、後からの口の中に残るレモンの風味がすごい大好きな味です。おお大好物なこちら、はい、レモスコ味のイカ天からまずいただいていただきました。もう一つちょっと黒色のなんかこう表面についてるこちらは召し上がったことありますか。ないですね。初めて。初めて。じゃあぜひぜひお召し上がりください。いただきます。うん、ちょっとピリッとした大人の感じの味ですね。大正解です。こちらレモスコのり天ちょっとねスパイスの効いた商品になってます。まだ14歳のどんどんには早いですがお酒ともぴったり合う一品となってますのでぜひこちらもねおつまみに後ほどご購入ください。よろしくお願いします。もう全部美味しいですね。全部美味しい。でもその中でものんのんが特にお気に入りになった商品ってこの3つの中だったらどれかな。でも全部好きなんですけど、はい、もう一番これが一番最初に飲んだ。全然まだグビグビ飲んじゃっていいですよ。めっちゃ美味しいです。はい、ぜひ皆様もね47クラブゾーンで販売しているメニューですのでこの後お立ち寄りください。で今日は47クラブゾーンでは購入者を対象にしたプレゼントの当たる抽選会も行っております。
で、このプレゼントの中にはね、のんのんの直筆のメッセージが書かれたカタログギフトなんかもありますので、ぜひお買い物楽しんでくださいね。イエイ。はい。さあ、そしてのんのんこれからの活動についてもお話を伺っていきたいんですが、はい、まず直近でね、来週控えているイベントがありますよね。そうですね。はい。何のイベントか教えていただけますか。はい。AKB48 チーム8全国ツアー47の素敵な街へ4周年特別記念公演です。はい、4周年記念祭ということで、はい、日本外資ホールで行われる大きなコンサートです。チケットはどうやったら手に入るんでしょうか。ごめんなさい、実は完売なんですよ。でもありがたいことです。大人気ですねちなみにこの会場内で見に行くよっていう方、おー、イエーイたくさんの方が足を運んでくださるみたいですね。あの、今回はファンの皆さんにも嬉しい特典とかもあるコンサートなんですよね。そうなんですよ。あのメンバーの、はい、メンバーが折った折り紙の、うん、クローバー、四つ葉のクローバーで皆さんに幸せが届けたらなっていう思いから、はい、皆さんに四つ葉のクローバーをプレゼントします。わー、これは嬉しいですね。この他にもあのコンサートでしか見られないユニット曲なんかもね、披露されるということですので、遊びに行く方はしっかり応援して楽しんできてくださいね。お願いします。はい。さあ、他にも何かイベントは控えてるんでしょうか。6月16日に AKB48 総選挙が行われます。はい、これはですね、初めて私も立候補させていただきたのです。イエーイぜひ皆さんも応援よろしくお願いします。はい、もうね、総選挙といえばもう AKB グループの最大のイベントですよね。皆さんも誰が一体今年は1位になるんだろうって気にされてると思うんですがのんのんも出場ということで、今回はですね、はい、立候補者数も過去最多。そうなんですよ。だそうですよ。あの世界選抜ということで、あの海外のねグループのメンバーも出馬する予定となっております。そして開催地も先日発表されましたね。そうですね、はい、今回場所はどちらで。名古屋のドームですはい、名古屋のドームで、はい、開票発表ということになっておりますので、これも楽しみですよね。あの今日初めてこうのんのん見て、あ、もっとのんのん応援したい、投票したい、もっと詳しく知りたいっていう場合は何か方法はあったりしますか。さっきもあの、うん、紹介したんですけど、あの配信アプリのショールームっていうものがあって、はい、それで私毎日アイドルっていうのがあってですね、それにその枠に入らせていただいたり、はい、あと755っていうあのチャットみたいなアプリがあるんですけど、うん、そちらでもあのイエーイイエーイ、はい、そうなんです。あの無料で見られる動画配信サービスのショールームっていうアプリがありまして、こちらでね、のんのんのもうなんかこう素顔がしっかりと皆さんにもお楽しみいただけますし、のんのんのこともっと知りたいという方はぜひね、そういった SNS も活用いただいて応援していただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。さあ、そしてのんのんはこのチーム8のメンバーと、そして AKB48 のチーム A のメンバーも兼任しているということで、そうなんです、はい、それぞれの活動のこれからの目標があれば教えてください。もうどちらも気を抜かずに両立できるように。あと一応受験生なんですよ私。そうでした中学3年生、はい、はい、もう学業も両立できるように頑張りたいと思います。はい、もうすごく真面目でかっこいいお答えをいただきましたあのね、本当に大変だとは思うんですけれども、学校生活とそしてアイドル活動も頑張って活動してってくださいね。ありがとうございます。はい。さあ、そして最後になんと今日はのんのん歌も披露してくださいますイエーイ、というわけで、まず最初のステージで披露してくれる歌は何でしょう。はい、この曲は私が大好きな曲なんです。はい、365日の紙飛行機っていう曲なんですけど、はい、もう皆さんこれはご存知ですよね。ちょっとそれではのんのん準備をよろしくお願いいたします。朝ドラの主題歌にも採用され、老若男女多くの方に愛されている楽曲です。 AKB48 チーム8奥本ひなのちゃんによる365日の紙飛行機です。
時には雨も降って涙も溢れるけど思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私かも一人いて、やりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限りただ進むだけ。その距離を競うよりどこだかどこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに365日。ありがとうございました。素敵な歌声も披露していただきました。さあこの後のんのどこか会場の方を歩くみたいですよね、はい、はい、47クラブの方に行きたいと思います。はい、はい、実はこの後このステージが終わってからエントランスゾーンを過ぎて左側にある47クラブゾーン、こちらにのんの遊びに来てくれることになっております。はい、ちょっと先に皆さんにお願いなんですが、今日は多くのお客様いらっしゃいますので移動の際は走ったりせずに周りの皆さんにご配慮いただけたらと思います。よろしくお願いします。このんのんのファンはね、皆さんマナーいいですもんね。そうですね、もうありがとうございます。自慢のファンの皆さんですか。はい、もうありがとうございますいつも。はい、じゃあこの後は47クラブゾーンでお会いしましょうということで、はい、ここではステージ前の皆さんに最後に一言メッセージをお願いいたします。はい、夢は夢で終わらせんけ、頑張るけん、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。 AKB48 チーム8広島県代表ののんのんこと奥本ひらのちゃんでした。どうぞ皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。バイバイ、またお会いしましょう。バイバイ。